人キンプリ、高橋海と岸優太が滝沢秀明の 2B 加入決定か。永瀬廉が合流することができないその理由に一同驚愕。こんにちは、スコープ芸能です。ジャニーズで若手グループの発掘と育成を一手に担った元副社長と次世代エースと期待された2人の合流、それも平野紫耀さんと神宮寺勇太さんの退所からわずか1ヶ月半での発表でした。このニュースは芸能界を今年一震撼させる出来事となると言っても過言ではないでしょう。また9月のジャニーズ退所が決まっている岸優太さんの行方ですが、滝沢氏からの匂わせにより 2B 合流確定と言われています。2023年7月6日 2B の合流メンバーのシルエットが公開されました。平野紫耀さんと神宮寺勇太さんであることはほぼ確実です。世間は大盛り上がりでした。実はこのティザー映像に岸優太さん 2B 入りの匂わせが隠されていたといいます。2023年7月6日に 2B 公式 YouTube チャンネル内で公開された 2B Continued 0にティザーのサムネイルの画像です。平野紫耀さんと神宮寺勇太さんのシルエットの椅子の下に影で K の文字が映っています。岸優太さんのイニシャルでもある K ということで加入を匂わせているようにも感じますね。また滝沢秀明さんのインスタに投稿された3色の火山写真が紫、青、赤の3色であることから、紫、岸優太、青、神宮寺優太、赤、平野紫耀、キング&プリンスのメンバーカラーを連想できますね。滝沢氏は三宅健さん、平野さん、神宮寺さんの入所発表前にもかなりの匂わせを行ってきたことから、岸さんの入所はまず間違いないと言えるでしょう。そして高橋海人さんです。グループの今後は未知数な一方で、残る2人の役者としての仕事は好調です。永瀬さんは現在放送中の連続ドラマ夕暮れに手をつなぐで主演の広瀬すずさんの相手役です。高橋さんは次の4月クールの連ドラオードリーの若林正康と南海キャンディーズの山里亮太の半生を描く作品だが、情熱はあるで若林さんを演じて主演を務めるなど変わらず活躍していますが、この役者路線について高橋さんと永瀬さんの間には温度差があったという話です。芸能プロ関係者はこう話します。ジャニーズは現在の藤島ジュリー景子社長の体制になり、タレントの俳優路線を強化しています。それはジュリー氏がかつて勤めていたフジテレビから敏腕女性プロデューサーを引き抜いて役員に据えるなどしていることからも明らか。そんな中、キンプリの5人もそれぞれ俳優路線での活躍も期待がされていました。平野さんが主演した昨年10月期のクロサギや岸さんの主演ドラマ好き好きワンワンでもそれがよくわかりますよね。そして残留する2人、高橋さんと永瀬さんはよりその路線がプッシュされていますよね。高橋さんは昨年12月公開の映画ドクターコトー診療所での名演技があった。しかし高橋さんはもともとジャニーズ入りする前からダンサーとして活動していて、現在もグループの振り付けを担当したり、ジャニーズでも特にダンスに力を入れているグループトラビスジャパンと単独コラボしたりとダンスパフォーマンスに重きを置いていた。この部分で俳優業に特に力を入れている永瀬さんとは温度差があったと言われています。また2022年11月5日の文春オンラインでは、永瀬さんがジュリー社長に根回ししていたという話が報じられていました。良い仕事を取るにはまずジュリー氏の目に留まる必要がある。そこで永瀬さんは関西ジャニーズジュニア時代のつてでジュリー氏と食事をしたり動いていた。連続ドラマ新信長後期の主演に選ばれたのはそれも影響していると考えられているという内容です。一方の高橋さんは辞める平野さんたちと同じくダンスを中心にグループでのパフォーマンスを重視していた。それだけに平野さん、岸さん、神宮寺さんが脱退の決断をした際には自身の中でも相当な葛藤があったといいます。それでも高橋さんは平野さんたちとは違う決断をしたわけです。高橋さんは3人の脱退が決まった際のファンクラブ会員向けの動画で
キンプリを守っていくことがジャニー氏と支えてくれるファンへの恩返しというふうに語っていましたが、彼が残留を決断したのです。また高橋さんは最近千賀軍団に加入したという噂が出ています。この千賀軍団とはキスマイフット2の千賀健人さんを中心に結成されたジャニーズ事務所内の非公式の会です。ジャニーズタレントの中で特に美意識が高いメンバーが揃い、現在の団員はスノーマン渡辺翔太さんやタレントのマットさんが加入しています。この千賀軍団に昨年末に高橋さんが加入したという話なんです。そしてこの千賀軍団を率いる千賀健人さんにもジャニーズ事務所退所の噂が流れているのです。千賀健人さんはどうやら所属するキスマイに対して危機感を強めているようです。キスマイは日本テレビ系のベストアーティストには出演したものの、フジテレビ系の大型音楽番組 2022FNS 歌謡祭には呼ばれていません。しかも夫婦円満レシピのエンディングテーマがキスマイの新曲なのに、ジャニーズグループが多数出演するテレ東音楽祭2022冬にも出演できない不可解な現象が起きています。それに加え8月31日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退所する北山宏光さんの存在もあり、退所説が濃厚だとされています。尊敬している千賀さんとともに高橋さんがいつ退所してもおかしくない状況と言えるでしょう。そして先日した永瀬廉さんのジュリー氏との会食の件です。永瀬さんは関ジャニ大倉や関西ジャニーズジュニアの紹介でジュリー氏とジュリー飯をすることがあったようです。ドラマの主演を任されたのはそんな根回しがあったからだとも言われています。やはりジュリー氏の目に留まらないとドラマの仕事は回ってこないのだそうです。そのような状況を見て平野さんや岸さんには永瀬さんが媚びていると見えていたようなのです。どうもそのあたりからメンバーの関係にひびが入り始めたのではないでしょうか。世界を目指したい平野さんや岸さん、神宮寺さん3人は世界進出に OK を出してくれないジュリー氏と対立姿勢を取ることになりました。一方俳優を目指したい永瀬さんらはジュリー氏に媚びていると思われてしまったのです。このメンバー関係のひびがキンプリ解散へと向かった原因の一つだったのかもしれません。高橋さん、岸さんがキンプリを脱退してしまうと、キンプリは永瀬さん一人になってしまいます。滝沢氏の会社 2B がこれからキンプリにどのような影響を与えていくのか、今後の動向に注目です。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。